どうも皆様、アーサーです。ゴッドイーター3体験版やっていきましょう。今回私が使う武器はこちらになります。バリアントサイズ。ゴッドイーター2のレイジバーストで追加された武器ですね。僕、レイジバーストはやってないんでね。楽しみです。一体どんな武器なのか、早速使っていきましょう。まあ見てもらえばわかると思うんですけど、この武器はですね、鎌なんですよ。命を刈り取る見た目をしてますね。ただ問題は火力。で、火力の方もね、この通りクソ高いです。雑魚的ならすぐ死にます。これは命を刈り取る火力と言えるのではないでしょうか。この通り。ただ所詮やつは雑魚。問題はこいつ相手にどれだけダメージを与えられるか。まず初手バーストアーツ。このバーストアーツもね、結構強いんですよね。最後にね、多段ヒットしてるんですよ。これよく見てもらえばわかると思うんですけど、斬撃も飛んでるんだよね。で、見た目も紫色の雷ですごい。押され。かっこいいね。火力も優秀だし、敵逃げたな。早くね。逃がさん。ダメ、追いつけねえ。ただ、奴が逃げたということは、もうそれほどまでに弱ってるということ。まだ、戦って数秒しか経ってないよな。それで逃げる。やはりこの鎌の火力は高いな。モーションもね、そんな、隙がでかいってわけじゃないんだよね。普通に速い。回復してるな。さあ、せん。お前の命。いただくよーん。このまま一気に合流します。結合崩壊まだ一箇所もしてねえよな。それでこの火力だから。 マジで強くね、カバー。これ強いと思うんだけど、どうかな。普通に初心者でもおすすめできる優秀な武器なのではないでしょうか。あれ？どこ行った？あ、いた。下手ってんね。いいよいいよいいよ。結合崩壊。結合崩壊。結合崩壊しまくってんな。 これが鎌よ。すごいですね。この通りモンスターは何もできません。そして結合崩壊し、死を待つのみ。これが鎌よ。そのドリルは飾りかね。 死んだ。 あ、これマジで強えな。ただ今見せたのはまだ通常攻撃のバーストアーツのみ。まだこいつには2種類のバーストアーツがあるので、それも紹介していきます。で、次に紹介するバーストアーツがですね、まず食らいます。で、そっからステップ攻撃。これです。かっこいい。かっこよくね？エフェクトが緑と黒なんだよ。これは、命を刈り取るエフェクトと言えるのではないか。ターゲットはあいつです。こいつは動きが速いんで、よくステップを活用すると思うんですよ。だから、このバーストアーツと相性がいい。やばい、なんか飛んでくる。当たったか。やばい。さあ、今度はこっちのターン。動きが止まっているときは、いつもの攻撃。いいね。これはこの武器を使って中二病に目覚めてしまう方も中にはいるのではないか。鎌だからね。こいつ本当動きが早いな。少しは止まってくれないと当たらないよ。見た目だけでなくね、火力ももちろん優秀です。
だその後止まっとけ。どういった、ちょっと追いつけないまた撃ってくんのか。経血後崩壊撃たせない。そしてゴリ押す。頼む、いいね、どんどん結合崩壊していくよ。なんかあれだな、いろんな箇所で一気に結合崩壊してるんだよ。これ多分あれだと思うわ、いろんな箇所で攻撃当たってるってことだからな。攻撃範囲もね結構広いと思うんだよ。バランスよく結合崩壊できていいのではないでしょうか。いいぞ、ちょっと待って、立っとけ、動くな、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、お前はいい子だなこのままゴリ押す。もうそろそろ死ぬんじゃねえかな。オッケーオッケーオッケー、死んだわいかがでしたでしょうか。このバースターツかっこいい上に強いで、今のでここでまあ2つ紹介したと思います。最後の1つがマジで強い。それでは今から皆様にこの鎌の真の強さをお見せしてあげましょう。まず食らう、でそっからまずこれが通常のバースターズ、これを使って雑魚敵を倒します。この雑魚敵では話にならないので早く死になさい。でこいつにぶちかまします、最後のバーストアーツを。まず噛み裂いて行くぜ。これがさっき見せたバーストアーツ、そっからジャンプ攻撃。そうこの武器ですね、ジャンプ攻撃で、あのちょ動くな、動いた、そこが斬撃が飛ぶんですよ。で、あのさっき見せたあの緑と黒のバーストアーツあるじゃないですか、これこれね、実はやった後飛ぶんですよね。 だから飛んだ後にこのジャンプ攻撃のバーストアーツ当てることも可能、まあ、コンボ技っていうの、これはまさに命を刈り取るコンボと言えるのではないでしょうか。まずい、切れた、そのこと言ってる場合じゃねえや全てのバーストアーツが強いんだよね、うん、命を刈り取るバーストアーツっていうの、この通常攻撃も強いし、あの何これ、なんかごめん、あの今ちょっと初めて使う技使っちゃったけど、あれもよくわかんない、まだこの武器には隠された機能があったのか。すげえな、無限の可能性があるじゃねえか、まあ、ただちょっとやり方がよくわからないのでバーストアーツでとりあえずご利用します。火力高えな、やっぱ激横プンプン丸は危険だわ、危ねえ、火力高えな、これもすぐ終わりそうじゃね、アヌビス相手にも。結合崩壊、いいね、早く死になさいなんか、あれなら、この武器使うと結合崩壊がね、一気に来るんだよね。いろんな箇所に攻撃が命中しまくってんだろ。マジ？あー、やばいよ。またバーストだよ。危ない。これは死ぬ。また結合崩壊しねえかな。足とかいい感じなんじゃないか？足。なあ。こいつの足を削ぎ落とすか。ダメージの通りマジでいいな。尻尾とかめっちゃ食らうじゃん。オッケー、足結合崩壊どうやらお前はもう終わりみたいだな。なかなか楽しかったよ。結合崩壊してる箇所だと100超えもしますね。いい火力ですわ。あー、いや、あ、危ねえ
油断もよくない、確実に仕留めきるもので油断もしない。もう死ぬだろ、ほらほらほら死んだ。いかがでしたか皆さん、これが命を刈り取る武器、バリアントサイズです。すごい強い、エフェクトもかっこいい、しかもつながるバーストアーツ、優秀や、かっこいいな。この斬撃も飛ぶからね、このステップがな、あのちょっと使いこなすには少し難しいわ。さあクリアランクは、まあ、もちろんですよね。こんな感じですごいカマ強いので、まあ、ぜひ使ってみてください。ゴッドイーター3、2018年12月13日発売予定なので、ぜひ買ってください。ご視聴ありがとうございました。